やあみんな、今日も歴史改編してるかい？ということで今回はアナザーライダーの皮肉に満ちたデザインを見ていこうの回と称して、アナザーライダーとそのオリジナルのライダーを見比べて、その皮肉要素をたっぷり満喫して、皮肉だけでお腹いっぱいになろう。今回はクーガからジオウの平成ライダー、そして1号と01を見ていくぞ。では行こう。クーガ、アナザークーガ。クーガといえば平和の象徴、サムズアップ。サムズアップできない昆虫のような手、究極の闇になることを恐れた五代ユースケ、危機としてアルティメットに変貌するティード、アギト。アナザーアギト。アギトは俺一人でよい、泣きのさん。無尽蔵に増えるアナザーアギト。リュウキ。アナザーリュウキ。バトルに巻き込まれライダーを倒すことを躊躇し続けた龍騎、バトルを起こし人の命を容赦なく奪い続けるアナザー龍騎。ファイズ。アナザーファイズ。夢を守るファイズ。命を奪うアナザーファイズ。ブレイド。アナザーブレイド。はじめと離れたいブレイド。はじめさんに会いたいアナザーブレイド。響き。アナザー響き。鍛え上げた肉体で戦う響きさん。鎧で身を守るアナザー響き。カブト。アナザーカブト。太陽であり世界の中心である天道が変身するカブト。闇の住人であり地獄を称する日陰者として生きるヤブルマが変身するアナザーカブト。カブトゼクター。カブトゼクターは幼虫、アームと同じ口のデザイン。デンオー。アナザーデンオー。強力の意志で両太郎に取り付くイマジン。一方的に規制されたカタツムリみたいなデザイン。デンガッシャーを組み立てて戦うデンオウ。バラバラの刃で戦うアナザーデンオウ。キーパー。アナザーキバ。キング。ジョー。ザンバットソード。マンホールシールド。ハンガイアのステンドグラス。ディケイド。アナザーディケイド。妹を大事に思っていたディケイド。妹に嫉妬し最終的に命を奪ったアナザーディケイド。各世界のライダーたちを認めて敵を説教するディケイド。お前の意見は求めんで全ての話を遮断する。ダブル。アナザーダブル。必殺技の時に真っ二つに割れるダブル。やられる時に真っ二つに割れるアナザーダブル。相棒との絆で二人が変身。無理やり二人を縫い合わせたようなデザイン。オーズ。アナザーオーズ。人々と手をつなぐことを大切にしているオーズ。爪が邪魔で誰とも手をつなげないアナザーオーズ。フォーゼ。アナザーフォーゼ。宇宙空間で脱いじゃダメな宇宙服デザインのフォーゼ。宇宙服デザインなのに脱いじゃうアナザーフォーゼ。ウィザード。アナザーウィザード。エンゲージリングで人々を助けるウィザード。思い人の婚約を聞いて暴走するアナザーウィザード。指輪をはめるのには指が必要。骨になっちゃったて。ガイム。アナザーガイム。ヘルエイムの植物の侵食に立ち向かうガイム。全身が植物に侵食されてるアナザーガイム。果物を切る戦国ドライバー。腹を切るアナザー戦国ドライバー。鎧武者。落ち武者。ドライブ。アナ
ナザードライブ、人間が変身するドライブ、ロイニュードが変身するアナザードライブ、ピッカピカのスポーツカー、ボロボロの歯医者、ゴーストアナザーゴースト、偉人の力を集めるゴースト、一般人の命を集めるアナザーゴースト、エグゼイドアナザーエグゼイド、病気を治すドクターライダーエグゼイド、病気にかかってるようなデザインのアナザーエグゼイド、ネグレクトを受けていたエグゼイド、息子への愛ゆえに暴走したアナザーエグゼイド、ビルドアナザービルド、天才科学者ノーキン、ジオアナザージオ、最低最悪の魔王の未来を変えるために頑張るジオ、過去の恨みだけが原動力のアナザージオ、歴代ライダーの鎧をまとうジオ、歴代アナザーライダーそのものに変化するアナザージオ、テカもスウォルツに裏の王って言われちゃってる、イチゴアナザーイチゴ、ライダーキックの1号、ライダーキック不可能なアナザー1号、ゼロワンアナザーゼロワン、バッタ脳面が張り付いてるゼロワン、人間脳面が張り付いてるアナザーゼロワン、以上だ。いやいやこの皮肉要素もあるよって知ってる方は至急コメントくれや、お願いします。ここまで動画を見て、おい俺を忘れんなよと思った。アナザーギーツはチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の3点よろしくお願いします。終わり。